中華民国とパラグアイの関係あるいは台湾とパラグアイの関係とは中華民国とパラグアイの間における国際関係を指す。パラグアイは2021年時点で南米で唯一中華民国と正式な外交関係のある国家であり同時に中華人民共和国を承認していない世界でも数少ない国のうちの一つである。オラシオカルテス大統領と 蔡英文総統中華民国とパラグアイは、1957年7月12日に国交を樹立した。これは1954年より、政権の座についていたアルフレド・ストロエスネル、大統領の反響政策に由来し、中華民国が国際連合を脱退し、ストロエスネルが退陣してからも関係は継続された。1959年11月29日、 中華民国はパラグアイの首都アスンシオンに大使館を設立。1988年12月12日には中ストロエスネル氏総領事館を設立し、1989年2月に同氏が解名されたことにより中シウダーデルエステ総領事館となった。パラグアイもまた台北市に大使館を設置している。パラグアイの大統領、 アルフレド・ストロエスネルと中華民国の相当、小解析が反響の立場で一致していたため、両国において同じ価値観が共有されており、また非常に良好な関係であるという状況のもと、パラグアイの軍人の多くが中華民国の台北郊外復興校にある軍事、訓練センターで訓練を受けていた。1990年代、パラグアイは、 中華民国の経済援助の下で高度、経済成長を実現し、2004年までに、両国間の年間貿易額は40億ドルに到達した。しかし2019年、両国間の貿易額は1億532万822ドルで、あり、うち中華民国の輸入が6、658万998ドル、輸出が3、873万9。 824ドルであった。2020年、パラグアイで新型コロナウイルス感染症が拡大。2021年3月、パラグアイで中国関係者を名乗る業者がナインティー9ワクチン提供の条件として台湾との断交を要求してきたが、その後、台湾がパラグアイのワクチン獲得に協力している。ありがとうございます。